こんばんは、金美館通りの藤村です。今日は夜の世界の格言をお話ししたいと思います。あれですね、多分昼のお仕事でもあるじゃないですか。額縁とかに毛筆で書かれたありがたい感じの言葉みたいなの。まあ藤村さんあんまりろくに昼食したことがないので想像でしかないんですが、いい加減だと言い訳が出るとか、怠ける人は愚痴が出るみたいな、要約すると従業員に対して文句言わないで働けっていう感じのことを、なんかいい言葉風に言ってるようなあれです。ああいうのがですね、夜の商売のお店にもあるんですね。ちょっと昼の仕事の格言とは違った、もうちょっとストレートなものが多くて結構面白いので、今日はそれをホスト業界とお風呂業界から4つご紹介したいと思います。それではまずはホストクラブの格言から。起きてる時間が金になる。これはですね、売上の少ないホストっていうのは営業開始前の時間に出勤してお店を掃除したりしないといけないんですが、その時にとあるホストクラブでこの言葉を声を揃えてみんなで大声で叫びながら掃除してたらしいんですよ。他にも数種類パターンがあったみたいですが、ちょっと聞いた中ではこれが一番インパクトが強かったので、これしか覚えてないんですけどね。棚とかテーブルとか拭きながら起きてる時間が金になるってみんなで叫んでるとこ想像するとちょっと笑えるんですけど、でもほんとこんな感じでホストって皆さんが思ってる以上に体育会系なんです。見た目はなよなよしてる感じのイメージがあるんですけどね。これ言葉の意味なんですが、結構いろんなホストクラブでも似たようなことは上から言われるようですが、売れないホストほど寝る時間が長いっていうことみたいです。寝る時間があったら1時間でも5分でも女の子と会え、1つでも LINE を送れということです。でも実際見てると睡眠時間と売れ方って全然比例してないです。一生懸命やれば報われるという世界ではないですからね。次に2つ目、彼女だろうが店に呼べ。これはどこかのお店の従業員用トイレに貼ってあったという話を聞いてます。彼女にはお金を使わせないみたいな甘いことを言ってるうちは売れないよという話です。まあそりゃお店からしたら彼女だろうがお母さんだろうがとにかく呼んでくれって感じでしょうけどね。実際は売れていようが彼女になると来たかったら来てもいいけどなるべく来ないでほしいとか全く来ないでほしいってなるのが普通です。ただやっぱりノルマとかメンツがある世界なので、どうしてもっていう時には母親を呼んでるホストとかもいました。牛島くんとかでも確かそういうシーンありましたよね。でもそういう場合は母親もスナックをやってるとか水商売関係だったりすることが多いので理解はされてるみたいです。ホストって結構自分の母親や父親も水商売をやってるという人は多いです。それでは次はお風呂業界から。今日ついたフリーを返せないなら次の出勤はお茶だと思え。これはですね、どこかのお店の待機室に貼ってあったんですが、結構本市頼みの高級店ではずっしりと心に響く言葉です。基本的に高級店ってネットが鳴りやすいお店や女の子は別として、新人期間の3ヶ月くらいはお店からフリーをつけてあげるけど、その後はその期間のお客様をリピートさせることで食べていってねという感じで、1年も在籍してるとフリーなんて全くつかなくなるんですね。新人でもないのにお茶引いて手ぶらで帰るとしたら全て自分のせいということです。逆に言うと大衆店や格安店は長く在籍していても高級店に比べて新規のお客様の来店数が圧倒的に多いからフリーが回ってきたりもするので、本指名で埋めたりしなくても長く安定して稼げるというメリットがあります。というわけでその日ついたフリーはより好みなんてしないで絶対に自分の客にするという気持ちで接客しろという意味がこの格言には込められているようです。ただ時代とともにネット指名での新規の数も昔に比べると多くなったので、今の現役の子たちはおそらくここまでは言われてないんでしょうけどね。
サービスを頑張ってリピーターを多く抱えている子よりも、写真が当たってネット指名で埋まる子の方が稼げるような状況になってしまった近年では、接客やサービスよりも写真詐欺に力を入れることにお店も女の子も力が入ってしまうというのは仕方ないのかもしれません。最後に4つ目、50代独身を制す者は藤原を制す。これも講習の先生に言われたんですけどね、要は客層の中でも50代独身男性が一番熱いということです。藤村さんにとっても常連のお客様はこのあたりの年齢層が多かったので、その世代の男性に好かれるような自己プロデュースをしていました。まあ藤原を制すことはできなかったですけどね。この年代のお客様は若い世代と比べてお金にも余裕があるし、性欲発散とかだけじゃなくてプラトニックなことも求めてるのがこの世代なので、ハマれば浮気をしないで定期的に長期間通ってくれる方が多いです。なのでこの層に受ける子は稼げるっていうことですね。やっぱり年代別に受ける女の子のタイプっていうのは分かれていて、若い男性に受けるのは比較的細身で少し派手な垢抜けたタイプの子、上の年齢層に受けるのは少し肉付きが良くて清楚な感じの、悪く表現すればちょっとダサい感じの子です。ですから藤村さんなんかも本当はもっと明るい髪の色とかにしたいのに、昔からずっと黒髪で海に行っても絶対に日焼けとかできません。この業界、自分が好きな髪型よりもお客様受けが優先ですからね。ですからお風呂屋さんの女の子、売れてる子ほどちょっと古臭いようなタイプの子が多いんですが、それは本人も狙って演出しているところもあります。弊害として実際に普段接している相手もかなり年上ばかりになってしまうので、いざ同年代と話すとちょっと話が合わなかったり、実年齢よりも話の内容が上っぽくはなってしまいます。実際音楽やテレビの知識なんかも同年代が知らないようなことも抑えていたりするので、話の内容から推察されると実年齢よりかなり上っぽく思われたりもします。はい、というわけで夜の世界の格言をご紹介してきたわけですが、さっきね、ネットで YouTuber として成功するにはみたいな格言はないのかと探してみたんですが、それらしいものは見当たりませんでした。楽しむことが大事みたいな言葉しか見つけることができなかったので、ここで藤村さん自分で一つ考えてみることにしました。ひとまず今日の動画を作る。藤村さんにとってはこれですね。なんかチャンネルの方向性だとかいろいろなことを考えてうーんってなったり、漫画家と違って締め切りがあるものでもないから、今日何もしないでゴロゴロしてたとしても誰も文句を言ってこないので、サボろうと思えばいくらでもサボれちゃうんですが、いろいろと考えたり悩んだりするよりもひとまず今日の動画を作る。これが一日一日と積み重なっていって、チャンネルの動画の数が増えていって、結果見てくれる人が増えて今日もご飯が食べられるという感じです。本当にいつも見ていただいてありがとうございます。それでは今日はこの辺で、お上がりなさいませ。